ットをレクチャーしていこうと思います。クリケットは人型チェアの状態で回るパワームーブなので、もしまだ人型チェアができていない人は、まず人型チェアをできるようにしてからクリケットを練習してください。で、人型チェアが片手で安定するようになってきたら、この手首の回転でまず半周回っていきます。この状態で人型チェアに入ると勝手に手首がこう回るので、これと一緒に体を半周回していきます。しっかりと人型チェアが片手で安定していれば、この半周はすぐ回ると思うので、体が半周回ってきたところで逆の手で一回地面を押して体をちょっと浮かしてから、もう一度手首をひねっていきます。この状態から半周回ってきたら、一回逆の手で押してからもう一度手首を半周ひねって回っていきます。で、これを繰り返すことで徐々に遠心力がついてきます。で、遠心力がついてくるまでは、最初膝とかつま先が地面についても大丈夫なので、この手首の回転を使って、手首が回転してきたら一回地面を押してもう一度ひねる、で、また回転してきたら地面を押してもう一度ひねるを繰り返していきます。この動作に慣れてきたら、少しずつ遠心力がついてくると思うので、そしたら膝を少しずつ地面から浮かして足の裏を天井に向けてあげます。で、足だけ浮かすと今度は頭の方が重くなって頭が落ちちゃうので、しっかりと足を上げたら、その分胸も張って人型チェアを地面に平行にするように意識していきます。この足と上半身が地面に平行な状態で、足を擦らずにチェアを入れ替えることができればクリケットの完成です。では最後にクリケットに必要な筋トレをやっていこうと思います。まずはひたすら人型チェアをキープする筋トレをしてください。胸と足を地面に平行に保って、ひたすら人型チェアをキープする練習をしてください。で、これがもう余裕になってきた人は、次に人型チェアから押してあげる筋トレをしていきます。はい、これが安定すればこっちの押しが安定するので、その分クリケットも高くなるし、高くなれば徐々に速さもつくようになってきます。あとはクリケットだけじゃなくて、これができるとチェアから倒立も安定するようになります。クリケットは人型チェアができればすぐできる技なので、ぜひ練習してみてください。